はい、では第4期第2回ブレブレ CP ランキングバトル準決勝第1試合ですね。ピッコロアラクネ VS ヒマテルミ、なんか言いづらいな。さあ久々の来店となります。ヒマが遊びに来てくれましたと。そして準決勝で当たるのはピッコロでございますと。さあとりあえず切り出して、元アラクネ使いとしてはその対処方法も分かっているはずでしょう。さあジャンディーだ、ごめん、また間違えました。さあここは技名がまだ一致しねえんだよな。 2D だっけ、あれ下から出てくるのは 2D ですね。そうだね、 2D ユーリフル取ってからここで暴れ潰し、刺さってラッキャンからコンボいったところにバースト。さあ画面端押し付けたらくね、ワンチャンス引っ掛けてここでバースト、ジャンピー当たって、さあゲージがあったんですが今のは多分詐欺重ねになってるから打てませんと。さあここでラッキンスタートして、やっぱり無理でしたと。ジャンシースタート、3段当てて、本当だ残ってるこの状態で、あ1回多いんだね、やっぱリングが1回多いですね。1回多いね。はい、1本取ったな、アラクネ。さあ引っ掛けたのはジャンディ。さあ 6B 攻め継続、立ち見立ちから踏んで踏んで画面端。さあこのゲージ回収能力であると、一瞬で83。さあ 2A で勝ったんですがダメでした。どうぞここでジャンピー引っ掛けて、アラクネの一発ラッキンが迫ってくる。スタートを押して、あいつ波走りいったぞ。あ、補正打ち切って、ケツにシームシが、ケツ噛まれた、ケツ噛まれたでござる。これはきついな。あー、しのぎきれいで虫多い。さあ頑張ってる、頑張ってる。さあ無情のクラストリガーである、なかったよね今バリア、ね、かなり頑張ったね。さあ天地アマークでかなり頑張っていましたと。さあここで勝ったのはピッコロですね、おめでとうございます。はい、白面対ここの絵。じゃあ今回さきくんはここの絵にするかレイチェにするかとかなんかだいぶ迷ってるそうですけど、じゃあここで 2A 投げが通って小判白だから、じゃあ早めにダウン取って下級から 6B の中段しっかりコンボいってパシコン決めて、置き攻めは前提通す。さあここはしっかり確認してコンボ行くが逃がれしまった。これ当たっ、カウンター痛いしろ、少しバー対して相変わらず痛いですね、白面の火力はですね。まあ立ち暫定しようだからそれは痛いんですけど、さあ投げからスカッて投げコンボから中段は飛んでいる、3周投げも抜けてちょっと足が短い、終わったまらずガーキャン緑投げ抜けている。さあちょっとここの絵の手が短くて、さあここでバース入っていく、残影空対空からこれは死ぬの、さあ死なない、一本選手は悪作面。マイラウンド強気の開幕ダッシュ。さあ前へ使って、前へ余裕でした。前へからどんくらい変だろう、ああ結構減ってる、3000ぐらい減ってる。さあ置き攻め 3C が当たって、さあその後は何もない、いろいろ意識させてからの通常投げ、バンカーで締めて、さあ駆け置き攻め、ホタルが出て、さあこれは死ぬのかな、これからドーンで削り切る、これ確か保証高いんですよね。最終ラウンド、さあここの間捕まえて 2B が通る、ここが沖縄重視。さあバントが強い、やっぱバントの強さは相変わらずです。さあこの高い前空対空しっかり決めて端まで運んでいく。さあ前 B が見えなくて、これはさあコンボミス、バンカー前転狩り、
これはさあバスト入っていく。さあこうなったらもうここの絵は無理しないで引きこもるだけ。さあタッチ B で暴れ潰して勝ったのはさっきここの絵。というわけでこれ3決はい、というわけで暇と、そう、3位決定戦は暇テール見たアクタクメン。そう、暇はお、しっかりのじ合いやってたけどカード大丈夫だった。さあ、ボディを巻いて、さあ 2B がしゃがみくらいで、ここは弾を節約してダウン重視。ここは1回下がっていく。さあ今前にしっかりとジャンディしたんですがちょっと短いか。さあ 4C カウンター確認からコンボいって画面端、やっぱたまたまってなったね。ほんとね、全然たまらなかったね、うん、もっと浮いてる時全然たまってないから、うん、うん、はい、あれがジャンニー D だっけ。そうですね、今の劣勢から申し訳取ってくるのがジャンニー D、 ガードさせて有利の中段ですね、うん、さあコンボ入れて、全くねテレビのね技名分かんないんですけど、俺もねちょっと怪しい、うん、ちょっとただあのトチトチにして掴んで3打だったらジャガクかな、うん、あジャガクジャガク確かジャガク、うん、あの目線側は突っ込んでくやつ、目線側は突っ込んでくやつ、あ言ってるしね確かね、そうそうそう、あ、はい、5文字になると分かんなくなる。ちょあの調理の調理とかはなんか5文字の調理なんだけど、あへこの辺はちょっと分かんない、ごめん。なるほど、うん、あのジェイクみたいなやつ、そう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 、うん、ただジェイク、おなんかさあ、あれネタっぽいな、うん、うん、あと相手使ってる、あこれが目線か、これ目線か、あなるほど、4フレから無敵らしいです。4フレから、4フレかららしい、あ、うん、ってことはじゃあしっかり技を重ねれば大丈夫、あなるほどね、なるほど、おうおうユニット起動、あこれがそう、これが何、これがない、これこれがちょっと分かんない、ああなるほど、蒼天神とかなんか言ってるよね、おうおう蒼天神、蒼天神なんとか蒼天神、はいはいはい、もう多段じゃよくてよくない、はい、そうあれ地味に多段なんだよね、多少多段だ、途中でやっぱり外しちゃダメ、そう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 、一応カウンターすると 6C で拾われて3点くらい減る、あ減るんだ結構、うん、おーゴーが蒼天神だ、ゴーが蒼天神、ありがとうございます、全然ビッグワンで本当勝てように関してはちょっとわからないんですよね、はい、あーやっぱジャンプするとゲージの伸びが露骨だね、うん、全然違うよね、違う、あこれがコマ投げ、これコマ投げ、ガサイショーって言ってるけどガサイショーなのかな、これなんかわかんない、ガセンショーガサイショーよくわかんない、ちょっとわかんない、うん、あコマンが通って、あプロテスターいるから、あそうだね、後で聞く、あ後で聞こう、技名をプロテスターに聞くという、なるほどね、ガサイショーで合ってるらしい、あガサイショーで合ってる、へえだいぶアグレッシブなガサイショーだね、そうよ、おう目線が、やっぱテレビ早いよね動きね、早いですね、うん、ダッシュはとにかくもう素体組と一緒のような、あーはい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 、ガセンショー、ガセンショーなんだ、あーなるほど、全く知識不足ですね、一応多分狭間とは全部名前違うんだろうね、はいはいはい、レイチェルの方がいいって言った理由さ、はいはい、無敵技のあるないなんじゃね、ああなるほどねな、はい、そうですね、はい、じゃあ第4期第2回ブレブレ CB ランキングバトル決勝戦で先ここの絵はさすがピッコロあるけど A バンカーかな、さあガルシェジャンエが強くて、さあここの絵の何が強いって、ジャンエ空対空で地上引きずる下ろされちゃうのが強い、いざ強気のんどに C が刺さって、さあちゃんと消えてる、サンキューモーディ、確かにあれさっき消えてなかったよ、さあ雷当たって消えてなかった、うーんアッキーの状況で変なやられ方になったでござる、さあ画面端入れ替えて中段立ってる、あーとワープできず、さあここでバスト、うーん着地硬直かな、ビッグマーク出たからちょっと違うね、さあ2スタート画面端、
落ちてくる。さあ三振強くて、とりあえず位置入れ替えて、タッチで刺さって、あーっと判断ミスったんですが、結果オーライ。グー投げスタート、位置入れ替えて 6D いかれば楽にスタート。さあこの状況でワープしてもダメでしたと、うん、さあ大丈夫そう、これですよ、これですよ、今来ました。俺大丈夫って言った瞬間あいつ、うん、よし、あいつ負けますね、バレてるああめぐり、あなんかお互い、うん、なんだなんだこれ、流れが変わったか、あお、これが決勝戦であると。さあ一本取ったのはこの辺大丈夫かなこれ、お当たった、ここででかくなったのマジな、昔当たんなかった、当たんな、当たんな、さあしかし画面端で押し込んだな、ここの間は逃げるから中段入れっぱ、逃げらんなくて走り込んでいく、位置入れ替えて下ではロケ振りまいてる、じゃあほんと剣法が強いこの女。さあワンク始め、ダンクタッチから上から炎が迫りくる、雷とコラボレーション全く見えなくて中段スタート、あっ、あまだ死なないです、もう一回頑張れますさあってことで逃げ切れなかったということで、これは転移ミスかな。さあ勝ったのは、今回優勝はですね、サッコーラナイサウルでございます。